どうも、抹茶です。 PUBG モバイル、今回は佐藤里奈さんの B ボイスとミニ浴衣の入ったトラベラークレートを回してみたいと思います。今回の佐藤里奈さんの B ボイス、ツンデレがやばいらしいです。まずはサンプルを聞いてみましょうか。それでは突撃。あんたが先に行きなさいよやばい、こっちにも敵がいるじゃない、早くカバーしなさいよ。めっちゃツンツンしてるなんで私だけ銃がないのよ知らんがなって感じなんで私に撃ってるのよ。まだ撃つのが私に撃ってるになってるごめん、そんなつもりじゃ。あ、急にデレッと来ましたね。さすがじゃない。いや、デレデレ。じゃ、なんで動いてんのよ、バレちゃうじゃないツンと出るの間今撃ってどうするのよ。うわー、面白い。私たち仲間じゃない。いや、これはいいわ。私に回復を渡しなさい女王様だ。玉よ、拾いなさい拾いなさいはやばいありがとう。いや、このありがとういいね。このボイス何かと面白いですね。いや、欲しいそれでは軽くラインナップを見ていきましょう。ワイルドナース帽子とセット、うん、すごくかっこいいですね。腰の注射器もカラフルでクールですね。そして今回の目玉、ミニ浴衣桃、これが欲しくて課金する人も結構多いんじゃないでしょうか。そしてまだ手に入ってないダチアとシャークバッグ、レベル3、レベル2、レベル1、やっぱり可愛いな。このボートは前回当たりましたよね。そしてクロスボウのシャーク、クロスボウ使わないけど欲しいな。そして桜のセット、これもテカテカ感がとても良くていいですね。その他は前のトラベラークレートとそう変わりがないので、前回の動画を概要欄に URL 貼っておきます。もしよければ見てみてください。それではまずチケットで引いてみましょう。さあ来い来い。ああ、微妙なスタートですね。さあ来い来いチケットでは当たらないのか。ああ、ダメか。うん、それでは課金分で70連やっていきましょう。さあ来い、来ない。少しでいいんでレアなやつ当たってほしい。お、これは時の支配者バッグ。うん、さあ次々いきましょう。うん、持ってる。ダメか。いや、そろそろ雲行きが、ああ怪しい。いや、もう今回諦めましょうか、そろそろ本当当たる気がしない。いや、そろそろ来てほしい。あ、ピンクの斧、これはなかなかいいかも。おおお、出た、クロスボウシャーク、これは欲しかった。うん、調子が出てきたぞ。来い来ない。いや、ラスト10連来て来て、お願い。来た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 。ミニ浴衣桃来ましたね。いや、これで満足。もうクイックマッチで見せびらかしましょう。もう課金してそうな人の前でうろちょろうろちょろしましょうかこの人も課金してそう。あ、この人絶対課金だね。課金のクレートだもんねさあ、どういう反応を示す。何も反応ないんかいはい、ジョージポール、うん、この辺りに行きますか。ここだとあまりアンチ移動しなくてもいいのかな安易かな。はい、ミニ浴衣飛んでるとこんな感じですね。うん、パラシュート開くとどんな感じになるでしょうかパラシュートの選択ミスってるね、これ。もうすっかりパラシュートのことは忘れてましたね。いや、ショットガン、ショットガン、ショットガンを早く見つけて。うん、まずはバッグ、はい、12ゲージ拾って。いやー、かわいいかわいい、これね、浴衣とリュック、いい組み合わせでしょあ、グレも取れたし、ポンプ2丁。さあ、敵はどこにいる。まずもうちょっとね、ベストとヘルメット欲しいけど、ヘルメットがない。まあいいか、ツインテールで。さあ、行くよ行くよ、そろそろ敵いない。ここ左に、あ、ちょっと見えたね、今遠くに見えた。さあ、あさってあさって。うわ、ないね。サイガーが欲しい、ショットガンもサイガーが欲しい。うわ、どうしよう。とにかく敵を倒そう。
そろそろね。あ、撃たれた。絶対今の撃たれた。ヒュンって言ったもんね。うん、あっちかな。ちょっとこっちも漁らせてもらいますね。敵の音ですね。敵の足音。この中に入ってるね。さあどうしよう。あ、2階に行った足音がしたね。2階だね、これ。ちょっとダブルバレルに持ち替えて。あ、ピン抜いてるね。ちょっと危ない危ない危ない。グレが。危ない。あ、パルクールで外降りて行っちゃったね。うわぁ。行っちゃった行っちゃった。さあ追いかけよう、慎重に。慎重に追いかけよう。よいしょ。よいしょ。うわぁ。あの距離やっぱ厳しいね。なんかいろんな方向から狙われてそうで。近寄るに近寄りがたい。まあでも行くしかないかな、これはね。ちょっと一応、クリアリング確認だけしといて。行きましょう。はい、怖い。ね、そこの前。あ、これこれこれ、この銃声。いるよね。今のうちに。さっと入って、ん、足音するね。さあどこだ。とりあえずね、ドアだけ閉めて。いやー、四方八方囲まれてそうですね。まあ後ろは大丈夫かもしれないけど、この前2軒前に1人と、あと左の、なんだろう、2階建てにもさっき言った人がいそうなんで、この2軒前やりたいんだけど、左の車線が今ならいけるかな。よいしょ、いけ。この家にいるんだけど、ちょっと隣の家に入ろう。ここいないね。ここはいない。OK、ね、ここ火炎瓶とかグレとか投げたいね。一発グレを投げ込みますか。あ、足音がしたね。足音、これはちょっと今んとこ無視して、えい。あ、動いた動いた。うん、ちょっと後ろ気になるね、この足音。ちょっと見てこようか。あ、いた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 。これはやれるでしょ。よいしょ。よし、ナイス。で、もう一発グレ。今度は別の方向に反射を利用して投げてみようか。ここの壁？壁っていうかな。ここに当てて。あ、動いた動いた。あ、ダメージ入ってるかな。でもとりあえず行こうね。これはもう一応ダメージ入ってるかもしれない。ああ、逃げたね逃げたね。今裏に降りたね。違う違う、そこじゃない。うん、反対側から回ってみようかな。さあ、いた。オッケー、ナイス。いや、でもこれアンチがやばいね。何もないぞ。何もない方向に行かなきゃなのか。アンチ。ここが一番怖い。ここが。ここが一番怖いよ。やめてやめて。もうちょっと先に足音が聞こえてるけど。うわぁ。どうしよう。あ、前から敵が。前から敵が。あ、もうやるしかないか、これ。アンチ来てるし。うわぁ。あ、ダブルバレル外したか。くっ、ポンプいけ。あ、ナイスナイス。あ、アンチアンチアンチ。もうこれは突入するしかないね、これ。もうエイム置いていけ。無理。いやー、なかなかクイックマッチ難しいですね。とりあえず忘れないうちにパラシュートをセッティングしておきましょうか。似合いそうなのはやっぱりこの桜かな。そして頭に祭り鉢巻き。ん、やっぱなんか違うかな。違うね。やめとこう。角でもつけときましょうか。そしてピンクの運費を持たせれば、どうだろう、これで完璧じゃないかな。
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。抹茶でした。それでは。